中中川雅君、はい、中川君す立憲民主党のありがとうございますちょっと基本的な部分について、安全保障と憲法、議論をしていきたいと思います。日本は戦後の世界を憲法の理念に基づいて、平和を希求する国家として生きてきました、またこれからも平和国家として生き続けることに迷いはないと。 いいうふうふに思っています憲法の中で具体的にこの平和国家としての規範を表現している部分は、この憲法の全文と、それから憲法9条であると言われております。一方で、この憲法の理念に基づいて、歴代政府が具体的な運用規範を作って、その規範に基づいて安全保障政策を打ち出し、実行してきました。そののといいうのははまず自衛権については 個別的自衛権の適用範囲に限ることとして、専守防衛を前提とした防衛体制を構築すること、まあ、同時にアメリカと安全保障条約を締結することで、まあ、一つはアメリカの核の抑止力の傘下に入りました、そしてまた日本国内にアメリカの軍事基地を提供することで、日本は通常戦力でも専守防衛に専念をするという体系ができました。まあ、憲法は これまで日本が具体的な安全保障の課題に直面したときに、特にアメリカの安全戦略に対し、安全保障戦略に対し、平和の重い種の役割を果たしてきたということもあります。憲法9条があるから、日本はベトナム戦争に派兵できないとアメリカに説明をし、続く湾岸ンン戦争やイラク、アフガニスタンにも、武力行使を前提とした自衛隊の派遣はしなかった。アメリカからブーツ・オン・ザ・グラウンドと求められても、それを9条を盾にとって、 断こだわってきたことは、結果として、日本にとっては正しい生き方であったというふうに思っています。一方で、アメリカから出てきた日米防衛ガイドラインの見直しに伴い、先般の安倍政権下における安保法制のときには、集団的自衛権を一部容認、大多数の憲法の専門家から、憲法違反だと指摘をされました、この部分の整理についてはいまだ持ち越されたままであると思っています。 ここに来て、ウクライナ危機に直面をしました。日本を取り巻く安保情勢が変わったと言われます。中国や北朝鮮の野心が刺激されて、台湾有事の可能性が高まるのではないかという人も出てきました。しかし、私は本当に大きな変化があるとすれば、軍事面よりもむしろ経済や資源などの分野ではないかというふうに思っております。世界経済がブロック化していく可能性が見えてきている中で、 日本の経済安全保障戦略の構築が急務というふうになっています。軍事面での変化を言えば、ウクライナ侵攻以前からアメリカは日本の軍事的役割を拡大して、極東の安全保障へのさらなる貢献を促してきました。アメリカはトランプ時代から EU とともに日本でも基地負担の増額やイージス艦の導入、サイバーや宇宙などの新しい領域で自衛隊の能力を高めて、 アメリカと連携すするためめに予算の増額を求めていますさらに、スタンド・オフ・ミサイルの導入であるとか、クアッドや韓国等の国々との共同演習や情報共有の可能性、これなど、一見、2国間の同盟から集団的な安全保障の道筋への可能性を探っているようにも受け止められます。ここで私が注目したいのは、このような議論の前提が、今のところ、憲法9条の範囲の中で、 日本の防衛戦略を描こうとしており、同時にアメリカも、まあ、不本意ではあるんでしょうけれども、日本の立場、平和主義と9条の限界を尊重して、お互いの役割分担を考えていこうと、そのスタンスに立って努力をしているという事実であります。見逃してならないのは、日本がアメリカとの関係で、日本なりの安保戦略を平和主義に基づいて描こうとするときに、今の9条規定は、 日本ができることその責任範囲を限定する基本になっております超大国の狭間に置かれた注意国家がその意思を通していくためには適切な理論理念規定であるというふうに思っていますアメリカに対して超大国ではない日本が日本の主張を通すときに九条が重要な役割を果たしているということを見逃してはならないんだというふうに思うんです 憲法の中で安全保障をどのように捉えるかを考えるときに、一番やってはならないことは、救助改正案を決めつけて、それに賛成か反対の二択を迫るような議論です。これは国論を分断するだけで国民の納得は得られません。したがって、この救助を議論するとすれば、まずやるべきは立法事実の確認です。この先の日本にやるべき安全保障戦略です。日本国民の総意は 平和国家をこれからも貫いていくという、その意思がはっきりとしています。そしてこれまでのところ、日本もまたアメリカも、9条の制約の、制約自体を主要のものとして、9条の縛りのもとで日米の役割分担と協力を進めていこうとしています。まあ、そうした意味では、憲法改正の立法事実はないというふうに見ていってもいいんだというふうに思うんです。まあ、私は将来的にこの範疇を超えた 新たな地政学的な変化と、それに基づく防衛戦略議論が具体的に出てきたときは、改めて中条の議論が必要であると思います。まあ、しかし、今は、そういう意味で、改正のときではない、というふうに考えております。以上です。はい、次に、北側。